そういうわけでね、そういえばあれだね、あの奈良山淵公はあの坂本、うんうん、坂本澄子さん、うん、そうそう、あれがあの大麻事件に引っかかったってな。そうですね、ちょうど終了の時ね、V サインってそのまま口にしちゃったってよ。V がよく言ってた、坂本さん大麻に引っかかったってこっち A が、V サインが本当に踏んだり蹴ったりだったんだよね。奈良山淵公は、奈良山淵公ね、坂本さんね、そうそうそう、そういうことだったよ。大変だ大変だ、坂本がやられたって噂が出て、うんうん、なんだ踏んだり蹴ったりだなんて、あれには教えて、坂本スミコさんでよかったって話だった。随分古い話だな、最後あったね。こっちは坂本で言ってたのもな、うん、こっちはそれであれだよ、あの大島さんあの後マクスモナムールとかなんかいう、あ、猿の、うん、猿と一緒になっちゃってわけのわかんないになってそれで終わっちゃったんだよ、あの人な。あ、そうだそうだね、猿とかね、それであの人が言ってたもん、うん、大島さんが、うん、あの俺をダメにしたのは たけしと坂本龍一だって、うん、この二人に気遣いすぎて線が切れちゃったっつって俺の役者生命は終わったっつって監督生命だ、うん、それでね、うん、それでね、あとはあの朝の番組のねコメンテーターとして俺は生きるって言ってた、喋るの好きだからって言ってた。喋りが好きで、出るの好きだから言ってたね。そう、外はせんもんね、うん、それでね、あとはね、高田さんとはいろんなとこ行ったんだよね。外国は行ったよね、いろいろね。ニューヨーク行ったもんね、ニューヨークキャット、そう、キャット見たもんね。何だったんだ、あのキャッツってのはね。こっち来る前に見ちゃったもんね。そう。1年ぐらい前に。そう、あの客席にね、こんなことカイクリカイクリみたいなやつやってて、バカ野郎。客いじりしやがって。邪道だよね、あんなの。降りてきちゃった、ね。あれ、土佐系だぞ、あんなの。客いじりやがって、ね。いきなり客席にやがって。客席に、あれ、ポール・マックさんとあれ、関崎さんのあれ、あコントが変わってるから、ヘルメットかぶって客席からやじってる親父がいて、パッてやってるだけだもん。客席から上がってくんだもんね。うん、正しい日本語の使い方と同じじゃないの。本当だよ、芸風が。あれだもんね。あれ見たら1年後に来たんだよ、日本にね、客がね。そうですね。今日って言って、劇団四季のやつがあの格好して、あの神社お参りしてやんの、みっともない。招き猫じゃねえって、神社の境内で、再生箱のもとで手で合わせてやんだよな。左人頃じゃねえんだ、バカ野郎って。キャッツの特徴、あの、新宿のね、あの、なんとか神社って、花園神社にね、みんなでね、キャッツの一行だってな。花園神社。みんなで歩いてやんだ、バカだよ。バカだね。それでやっててね。で、あの、行ったニューヨーク行ってたよ。ニューヨーク行ったね。ほら、飛行機がまずいとか、飯がくだらねえとか、ファーストじゃねえとか、高田さんが怒ってばっかりしてさ、そう、そばがまたくっついてピザみたいになっちゃったよ。うん。走ってたら黙ってもらっちゃったな。円盤が取れたのかと思ったら。ボコって取れちゃったの、バカ。ふたかと思ったって。そうね。そう。そばの梅雨にかけて上に乗っかっちゃうの、全部。ふたかぶしてどうすんだって。危険だよな、うん、そういうのあったね。それで、なんだか分かんなかったな、あれ。よく分かんなかったよ。キャッチさんに来てくれちゃってね。で、近くで乗っちゃったじゃないかしね。そう、怖かったね。そう、そう。ほいでさ、なんだかダウンタウンじゃない、なんか変な、ハーレムの方行ったらさ、二人とも度胸がねえって週刊誌に書かれてさ、気がちっちゃい。バレちゃった。バレちゃった。たけしも口で言うほど、あれじゃねえなって。小心者なんだよ。バスから降りられるんだよ。降りねえよ、なんとか。危ないことあんなの。一回目が遠くで、私たち遠くから飛びますから、掴んで、二人歩いてくれ。向こうは遠くの方にいるんだよな。うん、全然そうじゃん。二人でさ、歩かされちゃった。そうだよ。カメラ。地下鉄乗ってる時だって怖かったもんだって。俺なんかあれだよ、だいたいダウンタウンブギウギバンドのさ、宇崎竜だ。あれがさ、本名木村修司。あ、木村修司。木村修司がよ、ニューヨークが襲われちゃいけねえからって言って、なんだけ汚い格好してきた。あんな汚いオーバー着ったら真夏でさ、真夏に汚いオーバー着てかぶってたら、向こうから黒人が逃げやんのね。やんなっちゃったな、あれな。俺らが危ねえってやんの。こっちの方が危なかった。うん、俺らがどう考えて危ねえ。こっちの方が見た目が危なかった。やんなっちゃったよ。困った。死んだ。それでね、フィリピン行ったんだ。あの影山民夫と。そう、あいつに騙されて。あれが直木賞もらえるものさ、作家と、全然作家なんかやってない時だよね。そうそうそう。あの台本作家だなんて、暇持て余しちゃって。いいとこだから行こうよ。そうそうそう。テレビ上官紹介なんか書いても、しっかり視聴率 0.5% ぐらいで押し込んでる時。うん。金も出てもないのに、俺らが払ってやったもんだよね。全然金なかったんだから。そうそうそう。誘われてね。うん、そう、3人。だからフィリピンは。3人。フィリピン。だからダメよとか言われてた。フィリピンだもんやんなっちゃ、発音がよ。でそれでさ、あんなとこ行っちゃったし、あんなとこってことないけど、マルコスがいた、マルコスがいたね。うん、あれ、チュインガン。そうそう。もう、降りた瞬間に子供が、チュインガン1枚ずつ出すのかってね。チップくれて。これ一つね、塊売ってたのがマルコスだったんだな。で、イメルダ夫人が外立ってたんだから。貧乏だった。いたよね。すごい貧乏だった。イメルダ夫人がガブガブだったもんね。イメルダ夫人は5段持ってたもんだって。頭に手拭い巻いちゃって。
やんなっちゃうよ。どんな格好なんだ。どてつだい歩いてたんだから。それで聞いてみましょうか。聞いてみようか。そんな悪いこと言うことね。フィリピン。フィリピン。よかったね。撮ってないんだけど、ホテルを。ホテル撮ってない。ホテル任してよってさ、うん、まあこれが旅だからね。いや、そのホテルのすごいことね。あんな怖いホテルもないね。ダウンタウンへ行っちゃってね。なんたらほら、もう、あの、ニューヨークでほら人が、あの、中に住んでる人がみんな出ちゃってさ、廃墟になったみたいなビルあるんじゃない？ああいうホテル。どういうことだ？怖いんで、入り口にね、なんかヨタモノみたいなのがあってじっと見たりしてね。もう、すごい部屋だったね。あれはなんだろう？ホテル、フロントでチェックして中へ入って、ドア開けたらベッドは一応あるよね。それだけなのね。だからあの、なんと死刑囚がなんか、あの処刑を待つみたいな、永久戦犯みたいな、なんかこうやって、永久戦犯。風呂入ろうと思って、ドア開けたら、便所と風呂があって、ほこりがうっすら、泥だらけ。便器に腰掛けられないの、ケツが泥だらけになっちゃうから。それでうんこしちゃったのはいいんだけど、不安なんだよ、水が出ないと思ったら大変だもの。水がジョロジョロって出たんでね、シャワーはもう詰まっちゃってし、穴の中にね、シャワーの穴がほこりだらけで詰まっちゃってるの。うん。それで中がね、なんつうんだろう、池みたいなんだね、風呂がね。あれはいい。そしたらそこに寝るんだけど、そこが寝てられないんで不安でね、怖いんだもの。鍵閉めたってね、入ってきそうなんだ、泥棒が。気に入ったの。だからね、俺なんかね、ホテルからちょっと出たんだよ。出た瞬間にボイガーも入ってるの、部屋の中で。ほいで、あの、帰ってきたらね、水持ってきましたって言うんだよね。そうじゃないんだよ。中の、もう俺のカバンとか、もうみんな見て開けちゃってんだよ。チェックしちゃってんだよ。だから俺、ウォークマン持ってね、お金を入れてね、夜寝るんじゃない、そこでうずくまって、こうやって。夜中に入ってくんだよね。夜中の3時頃ね、ガチャッと入ってくるね。ふわーっと言ったね、ボイさんがね、俺の犬を確認してね、水って出て行っちゃうの。いなかったら、ごめんなさい。そうそう。それで行きましたっすな。行きましたっすね。あの、夜の繁華街で。繁華街で。しかし、豪快だね。高田さんはやることが怖いね。もう影山さんなんかもう、なんつうの、もうコンドームを持ってね、抗生物質持ってもう、成田空港で買ってんだからやばいよ。成田空港さ、この恥ずかしいもんだからさ、新婚旅行の友達にあげるんで、新婚旅行の友達にあげるからくださいって、いや、こういうの笑うかななんて言って買ってきてね、それをあの空港で分けてやる。分けてやる。それでね、2つずつって、薬飲んだから。今晩これだからって。それで、高田さんはすごいよね。そういうこと一切しなかった。何にもしないで現地の女と自由恋愛しちゃったんだから、軍神高田とやってるからね、あまりのすごさに。敵地に乗り込む。軍神高田。軍神だって、オブリ海軍大臣みたいな。軍神高田。すごい。敵地に乗り越えて、あの、いないね、敵地のあの、旅館で、あの、機関銃突きつけられて、報道部からって、報道部に機関銃突きつけられて、銃口つけられて出てきたんだよな。恥ずかしいよな。だってそれで夜中にやっとセブ島のホテルに来たらまた機関銃持ってんだよ。機関銃だなんて、おいらゲリラじゃねえんだから機関銃に押しまされてな、怖かったよな。それで挙句の果てに空港であの警察のバッチ買ったらいきなりまた拳銃つけられて100ドルよこせってやるって売ってるってやつばっかにしてやるのあいつは。ごめんね、うん、やったね、やったね。で一曲いきます。悲しい気分でしょうか。ひどい野郎だったな。さあ、それではですね、オールナイトニッポン大賞という、もう一度この話、あの話が一番印象に残ってるというのがあってね。ああ、これあったな。自動車教習所のヤクザ。あ、教習所じゃないよ、これ、自動車教習所のさすが、あの、サメズの、運転免許交付の、あの、視力テストの時の試験のヤクザ。あの、遅いじゃねえ、この野郎って、周りが脅かしまくりながら、右上っつってるやつ。ああ、遅いよ、この野郎、バカ野郎って、右上。はい、わかりません。ああやろ、この野郎って。怒りながらやってたって。うん。どうなったな。これなんだろう、オナニー事件ってな。脅かして、ホテルから出てきた男など脅かしながらいろいろ聞き出して、オナニーをしても、オナニー役だ。あらったんだ。そういう話をしたんだ。うん。今やってたのかよ。何言ってんのかよ。何、どこの女なんだ。何、ここ、大勢この野郎。高校生の野郎。おぉ。それがね、早い。まだ、濡らせんのこの野郎、若いの。濡らすと、出ちゃうかと思った。若い野郎。ちょっとお前、早いよ、この野郎が。ズルにやったんだけど。どこでやったんだ。え、声、怖いこれ。はい、バック
バカ野郎。入れんの早いってなった方が、バカなこと言ってんじゃない好きだからおなりする。くだらねえな。昨日ね、昨日もくだらない、昨日ね、ダンプ松本とね、何、うん、佐野良子とかね、そういうやつ呼んでんてね、あなたが朝起きてとき、クイズでね、朝起きてとき、男になったとしたらね、最初に何をしたいですかって、ダンプ松本を男に入れてみたい。男に入れてみたいってみんな倒れちゃった。ああ、だって、佐野良子のとこだったら枝豆かなんか悪いこと言ってさ、剥いてみたいって言われちゃった。佐野良子が、剥いてみたいって思いっきり言っちゃった。言われちゃったの。うん。みんな倒れちゃってさ、まあ笑って笑ってひどいこと言って、喜んでたな。それからね、これは高田さんも笑ったよ、ほら。新宿のお店で知り合ったんだ、うん、お姉ちゃん、うん、で、俺旅館がなくて、うん、南口、そう、南口の学生旅館行っちゃったあ、朝の6時ごろ朝6時ごろ空いてますかって、空いてるって言ったら